5歳からピアノを習い始め、8歳からエレクトーンを始めた彼女。動画投稿サイト YouTube に自身の演奏動画をアップしていたところ、2016年、当時中学2年生の時にスターウォーズの演奏が海外メディアに取り上げられ、人気が急上昇。本も来ていただいてありがとう。ちょっと説明だけさせてくださいね。日本のテレビ番組でも取り上げられる中、2019年3月にヤマハミュージックコミュニケーションズよりメジャーデビュー。毎年アルバムリリースを重ねながら、単独ライブを中心にメディアやイベントでも活躍する福井県在住のスーパーエレクトーンプレイヤーでございます。それでは早速参りましょう。お願いします。Thank you.
大きい子供たちがいっぱいいらっしゃいますね。元気いっぱいじゃないですか。なんかありがとうございます。改めまして、私エレクトーン演奏している826アスカと申します。約30分ほどですね、短い時間にはなるんですけども、最後まで楽しんでいきましょう。どうぞよろしくお願いします。イベントということで、私を見に来てくださった方もいらっしゃったりすると嬉しいなと思うんですけど、じゃあ聞いてみていいですか。じゃあね、今日私がよく知ってるお顔の方もたくさんいらっしゃるんです。ちょっと触れないわけにはいかないんですね。ということで、じゃあ県外から私を見にわざわざ来てくださったよという方いらっしゃるか聞いていいですか。はい、県外からあすかちゃん見に来たよっていう人、はーい、手振って手振って、素晴らしい、拍手。県外からですよ皆さん。いやー、まだ新幹線開通してないって。なのにこんなにたくさんの方ありがとうございます。じゃあ県外から来てくださった方の中で車で来たよっていう方いらっしゃいますか。あら、車で来た、はい、もっとピンと手を挙げてください。肩凝ってんですか、寒いからね。ありがとうございます。嬉しいですね、遠いところ本当にありがとう。そして雪とか大丈夫でしたかね。やっぱニュースにもなってるからお雪心配したと思うんですけども、本当にありがとうございます。いやー、今日車で県外から来られた方はね、新幹線開業したら新幹線で来てくださいね。お願いします、よろしくお願いします。はい、今日はそんな、開業50日前記念イベントということで、こんな素敵なイベントで演奏させていただけるのとっても嬉しく思います。1曲目はね、マツケンサンバでした。後ろのバックがね、黄色っていうのがなんか偶然だけどすごいぴったりだなということで、演奏させていただきました。ではですね、続いて、アニメから2曲演奏したいなと思うんですけれども、皆さんまた元気な手拍子を聞かせてもらえると嬉しいなと思います。50日前記念イベントですごい盛り上がってるわけなんですけど、私的にはね、新幹線が開業してからもこういうなんか楽しいイベントがあるといいなって思いますね。なんかこう、まだやっぱり県外の方ね、そんなに来てないと思うんですけど、新幹線開業したらもっと来てくれると思うんですね。そういう時に例えば恐竜博物館行って、そこで福井県ようこそイベント的な、なんかそういうのがやってたりするとすごいもっといいだろうなって勝手にちょっと思ってます。そういったイベントがある時はぜひ私を呼んでいただいて、はい、以上です。なんかちょっとでもね、福井県をね、もっともっと盛り上げていけたらなというふうに思っております。で、私自身もですね、このエレクトーン活動を続けてもう何年も経ってるんですけれども、地元が大好きで、地元に住みながら今も県外いろんなところ行かせてもらったりライブ活動させてもらっております。これからも福井にいながら頑張りたいなと思っております。ではですね、じゃあ次の2曲も元気な手拍子お願いしますね。ありがとうございます。それではお楽しみください。Thank you.
したか？ね、もう国民的アニメですね。どちらも人気ですけども、ルパン三世のテーマと銀河鉄道999を演奏しました。いや、999いい曲ですね。ちょっと私も結構久しぶりに弾いたんですけど、やっぱりいい曲ですわ。でも新幹線って感じがしますね。なんか夢あるよね、999ってね。元気な手拍子ありがとうございました。じゃあ次はね、また2曲演奏するんですけども、1曲目は意外と知られていない私のオリジナル曲がありまして、そう、もちろんファンの方はご存知だと思うし、ライブではたくさん弾かせてもらってるんですけど、こういったイベントで弾いたことって実は1回もないんじゃないかなと思っていて、かなりレアなんですけれども、ちょっと1曲だけ披露させてもらってもよろしいですか？そう、一応ね、私オリジナル曲が5曲かな今ありまして、意外と知られてないんですそうなんです。アルバムにも収録させてもらってて、よかったら地元の皆さん、サバエのカボスに大量に応援してくださってて、カボスさんがね、ぜひアルバム置いてあるので手に取ってもらえたらと思います。そんな中からちょっと1曲厳選してお送りしたいなと思います。オリジナル曲なんてね、知らない曲聴きたくないみたいな、つまんないって思うかもしれないんですけど、そんなことない、そんなことないよ思うかもしれないんですけど、安心してください。今日はね、カットバージョンになってます。はい、そんなに長くないのでお付き合いいただければなと思います。それでは、この曲ですね、この曲を聴いてなんか元気をもらえるだったり、勇気をもらえるだったり、明日も一日頑張ろうってそう思ってもらえるような、なんか応援ソングになればいいなと思って作った曲です。18歳の時かな、初めて私が作曲した曲となります。それでは聴いてください。明日へ。
ないかなと思います。今日ちなみにエレクトーンやってる方っていらっしゃるんですか？エレクトーンやってるよっていう方か。おお、あら、あら、あ、やってる、やってる、やってる。あ、ちっちゃい子結構やってるんだ。ありがとう。後ろの方にもね、いらっしゃいますよ。よかったらね、あの見えにくいよっていうお子さん後ろにいらっしゃったらぜひね、前の方に譲っていただいて、もうあの次の曲で最後なんですけど、寂しいんですけどもね、一応次で最後となっております。素晴らしい手拍子をありがとうございました。今日はですね、本当に改めてこの素敵なイベントに出演させていただけてとっても嬉しかったです。すごいね、後ろもなんかいろいろやってるんだね。皆さん楽しまれましたか今日一日？あー、よかったね。実は明日もね、一応ありますので、地元の方はね、ぜひ明日もお越しいただければと思います。そしてカメラ撮ってくれてる皆さんもいいの撮れたかな、ね、これハッピーでね、こんな感じでぜひツイッターとか、ツイッターじゃないか、 X アップしてくださいね、いい写真ね。ありがとうございます。さあ、ということで、私、あの福井県出身、そして福井県在住のアーティストとして、これからもますます頑張っていきたいなと思っておりますし、こういろんな県外でお仕事するときに東京の方とかとお話しするじゃないですか。でカメラマンさんとかメイクさんとかとね、どこ出身なんですかって話になるんですよ。で、私福井県出身で福井県に今も住んでるんですって言うと、すんごいびっくりされるんですね。そう、でそこからすごく話が盛り上がるんですよ。で意外とやっぱりまだ福井に来たことないっていう方たくさんいらっしゃってて、恐竜博物館に恐竜好きだから行きたいんですとか、お子さんを連れて柴又ワールドに行きたいんですとか、そういう話をたくさん聞くのね。そうだから私もなんかこういう小さなことから少しでもね、福井に貢献できたらなと思っております。これからも頑張ります。
ンコールということで、あと1曲よろしいですか？ありがとうございます。さあ、それじゃあアンコールいきますよ。
ました。826アスカさんでした。今日も素晴らしいステージありがとうございました。ありがとうございました。それでは拍手でお見送りください。ありがとうございます。バイバイ。